ヨチャンネルです。今日はジョーンユクを見てください。さあ何の季節ですか？いや何の季節？クリスマスイエーイ。ということで今年も私の大好きな季節がやってきました。そうやな。はい、今日はクリスマスのオーナメントをシーンさんで買ってみたので紹介していきたいと思います。はい、そしてその後クリスマスツリーをみんなで飾り付けしていきます。はい、最後までぜひ見てってください。値段もなめちゃくちゃお得、安かった。価格すごく安く手に入りましたのでぜひ参考にしていただければと思います。やっていきましょう。今回の購入では 30% オフのクーポンが届いていたので 30% のオフの価格で言っていきたいと思います。それ何、全部の商品が 30% オフ？はい、そうです。6000円以上購入で 30% オフでした。さあ、これジュラもシーンさんで買いましたよ。みよちゃんのこれかわいいよな。いや、それ何かぶってる？帽子。帽子、トナカイさんやな。うん、なんかここが赤いやつもあってんけど、今年はベージュ白でゴールドっていう感じでクリスマスやっていきたいなと思うのでこのベージュ色のトナカイさんにしました。はい、全部概要欄に貼るので詳しくは概要欄見てください。でこれは364円。360円、はい、30% 引きで、はい、安っ。次はじゃーん、70個セットのクリスマスツリーオーナメントセットです。すごい。これさ、ちょっと似たようなやつ楽天さんで売ってたんよ。うんうん。何倍と思う？3500円とか。うん、そう、3700円って。ほう。で、全く同じやつはシンさんで2700円で売ってたんよ。はい。けど、買う時にはもう売り切れてしまっていて、ちょっと似たようなやつ買ったよ、これ。でも70個入ってんねん。70個入ってる。そう。が今年ゴールド白で透明とかがちょニュアンスカラーがうちのクリスマスやからさ、うん、見ててめっちゃ可愛くない？ゴールドと白の感じ。ラメもキラキラで。ゴールドでいいか。リオくんが好きな汽車も入ってたからこれにしました。汽車。なんとこれ70個入って 30% オフで1448円です。それは安いな。やばない。こんだけ入って1400円。そう。そうなんや。安。もともとは2528円なんやけど、あ、それでも安いよな。なあ、安いんちゃう、うん、ありがたいです。次オーナメントこちらですね。なんかパールみたいな感じがついてて可愛いなと思って、ゴールドと白がいい感じにこう混ざっている。これ何？プラスチック？プラスチック？え、ちゃうよ、ふわふわ。え、プラスチックやで。でもなんかふわふわな。シャンパンゴールドクリスマスデコ。いや、これ子供投げても割りやん。はい、買った。買った。こちら、4つ入りで362円でした。キッシャーだ。なんかめっちゃ安いんやけど。もう一個キッシャー。もう一個キッシャーやな。はーい。あ、そうそう、キッシャー。これ去年から狙ってたんよ。はい。これは飾り棚に飾ろうと思って。あー、はいはい。おいくらですか？332円。安い。安い。もともとでも580円。まあ高いよって話じゃねえけど、なんか580円かと思ってやめてんけど、今年はちょっと買ってみました。安い。安い。イオンも安いよ、はい。じゃーん、次は結構めっちゃ推し、めっちゃ推しの商品。これめちゃくちゃ可愛い。透明なオーナメントが欲しくって丸は持ってんねん、うんうん、でなんか雪の結晶とか可愛いかなと思って、星とかさ、あ、くじょ、今年はこんなん見つけて買ってみた。可愛いよな、しっかりしてるし。なんか割れるかも、もしかしたら割れちゃうかなと思ってんよ、うん、けど割れなさそう、しっかりしてます。ガラスではない？ガラスじゃない、プラスチックの透明やけどめちゃくちゃ綺麗。ここ出してみる。出して。手でわかるかな。ほら。おお。めっちゃ綺麗な。うまいな。普通に綺麗。いいよ、触り。うん。キラキラやでいい。綺麗よな。3つずつのセットやって、1個が。キラキラやな。安いな。1個169円。うん。
1袋169円。1袋169円。3個入りで169円。こんだけ買った金額がなんと3019円です。はい、シンさんは2000円以上購入で送料が無料になって、さらに500円のお急ぎ便も無料になります。はい、なので無料で届きました1週間ぐらいで届いたよ。早かったの、うん、めっちゃ早かった今回。なんか昔な、普通に2週間ぐらいとか、お急ぎ便やからかな。チラチ、はい、じゃあクリスマス、はい、じゃあクリスマス、はい、じゃあクリスマスツリーを飾り付けしていきたいと思います。はーい、イー君ツリー飾り付けしようか。できそう？ちょっと眠たい眠たない？歌がいて、うイゴ、それ何？リンゴ。あ、ママのリンゴな。リースリースやで。リースだリースだ。頭わからない。それも開けるの？ね、終わらへん、終わる気じゃん。もう夜が明ける。70個のオーナメントに自分でつけなかねな、うん、それかツリー組み立てな。いいよ、いいよ、ツリー楽しみやもんな。サンタさん何もらうんやっけ？大きい何？大きいショベルカー？よくついた？あら、まだ？つきそう？つかない。つかない？いいよ、見てツリー。これ大きい。見つけしてみ。お。おー、上手につけたね。できるようになった。去年な、ちょっと難しかったな。上につけたいの？そんな上を届かない。そこつける。よいしょ。ついた？やっ。雪だるまさんで、はい、お、いいね。おお、一発でつけてくれたけど、後ろ、背中向いてる、背中向いてる。顔こっち向けてあげてできること増えたの？なあ、1年の成長すごいよ。去年だってつけられへんかったよな。ああ、おいくもうちょっと離してつける。ついた？やったの。お、上手上手、つけれた。ここもつけるの？ついた？パパ、はいはいはい、パパもいて、あ、パパもつけるよ、わかった。よし、いい子、仕上げの星つける、つけれる。いくぞ。おー、いいよ、かわいい、めっちゃ喜んでる。自分で飾り付けできたな。楽しかった？あ、それな、いよくんやってくれたよな。上手にできた。パパと。うん、パパと。ママと誰かした？いよくんと。うん、いよくんと。ママと。お、ママとな、みんなで飾り付けしたな。クリスマスツリー今年も出してみました。はい。今年はゴールド、白、透明をテーマにしたので、シンプル。なんとシックなクリスマスツリーになりました。どう？え、いいんじゃない。ね、結構このぼやっとニュアンスカラー私は好きやけど。いや、シンプルな。なんかシーンのこの汽車とか雪だるまとかめっちゃ可愛いな。可愛いな。でもあのシーンさんの今年のオーナメント全部良かった。安い、うん、大当たりな、うん、こんなに買ってさ、ボリューム満点に。うち2メートルのツリーやな。2メートル10か、2メートル10のさ、ツリーでこんなにもいっぱいにできるっていうのは素晴らしいな。確かに。クリスマスツリーを探しの方は去年の動画おすすめです。見てください。イグ、クリスマスツリー作ってどうでしたか？はい、眠たせ、お昼食べ、お昼ご飯食べたし、お昼寝やな。はい、じゃあこの動画が良かったなっていう方は高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。バイバーイグッバイベイビー。
片付けようか、うん、やばい、もう散乱しまくっとる。いいか、こう片付けしよう。いいよ。え？フィギュアスケートの時だ。おお、明るい。すげえ、練習した。うん、あぶだあぶだあぶ。いいか、それやんでたら言ってて。